えー、皆さんこんこにちは私はユニティテクノロジーズジャパンコンソール R&D チームでサポートエンジニアとして働いています,エバタユスケです今回はユニティ4ニンテンドースイッチに関してのご紹介とどのようにすればニンテンドースイッチデベロッパーとなれるのか そして開発の時に実際の開発の時に問題になるであろういくつかの問題点と,、えー、とその対応の方法について紹介させていただきます <coughs> さてその前に、えー、皆さんご存知だと思いますが NintendoSwitch、えー、について簡単にセールスの情報などを中心にお伝えしたいと思いますな、えー、なぜなら私のイメージでは ここ韓国では PC のゲームとかモバイルのゲームがメインでコンソールのゲームの人気はそれほど高くないと思っているからです事前に UTK から行わせていただいたアンケートでは皆さん任天堂 t e n d s w i t c h やコンソールの開発というのに興味があるものの今現在のお仕事は主に PC とかモバイルとかそういったプラットフォームで対応されている方が多かったようでしたところで皆さんプライベートで スイッチはお持ちですか、ぜひ挙手をしてみてください。お素晴らしい、思ったより非常にたくさんの方が持っているようです、えー、少し安心しました。<laughs> えー、さて、皆さん、えー、持ってる任天堂スイッチですが、2017年の3月3日、日本、アメリカ、そしてヨーロッパで発売されて、ここ、韓国では少し遅れて、2017年の12月1日に発売されました。 これ、ドックと接続してこれ、テレビに出力できることもできますしこうドックから取り出してモバイルとして遊ぶこともできるちょっと変わったコンソールゲーム機ですねあとこのコントローラーもちょっと特徴的ですねこの2つをセットして1つのコントローラーで遊ぶこともできますしこれを取り外して別々のコントローラーとして使うこともできます その遊び方とか充実したソフトのラインナップが非常に好調で世界中でのセールスは非常に好調です任天堂での決算報告ではハードウェアが3474万台ソフトウェアが1億8752万本を売り上げられていると報告されていますまた発売から2年以上経過しましたが スイッチの好調なセールスはすでにいろいろなメディアで取り上げられていますね。これは主に2018年の年末のニュースですが、好調なホリデーセールスのホリデーシーズンのセールスはニンテンドースイッチの売り上げを押し上げるとか、えっと2018年のニンテンドースイッチは他のコンソール系を押しのけて2018年の歯車にといったニュースがウェブ上で確認できます。 けど皆さん、みんながプレイしているゲームはマリオとかえゼルダとかスプラトゥーンみたいな、のソフトだけだけと思いますか、えー、本体もソフトも非常に売り上げは好調なんですが、以前のこのスイッチより前のニンテンドーのコンソールでは、売れてるのはニンテンドーのソフトだけだよって言われてたこともありましたけど、全然そんなことはないんです。 たくさんの記事でもすでに話題になってます通りスイッチではたくさんのインディーゲームが、えー、発売されていますまたそのうちいくつかのタイトルは売り上げでも非常に好調だという話が挙、えー、げられていますこれもウェブのニュースからなんですが NintendoSwitch の魅力は、えー、充実したインディーソフトのラインナップにあるとかあとはタングルディープの開発者ですね 彼が NintendoSwitch での初週のセールスが Steam での6か月のアーリーアクセスの売り上げを上回ったことを明かしていますまた非常に多くの MadeWithUnity タイトルが発売されていますここの8本というのは私の好きなゲームを挙げさせていただきましたもちろんこの8本だけが MadeWithUnity タイトルの全てではありませんおよそ 3DS、WiiU、Switch 合わせておよそ1500本以上のタイトルがリリースされています。これは Switch だけじゃなくて 3DS と WiiU とあのー含んでいる数なんですが我々がこのパブリックに言える数字がちょっとこれしかないので、えー、すみませんとにかく非常にたくさんのゲームがユ i ティで開発されて、Nintendo プラットフォームにリリースされています。 ニンテンド 3DS、えー、WiiU、Switch 合わせておよそ1500本と言いましたが、ユニティは Switch の前から WiiU、3DS、えー、とニンテンドハードに対応してきました。また、Switch ではローンチのタイミングから対応しており、えーと、日本でこれ発売された15本のタイトルのうち5本はユニティを使って開発されていました。これはユニティのマルチプラットフォーム対応が優れているということの表、えー、れだと思います。 さてでは、任天堂スイッチとはどのようなハードなのでしょうか非常に申し訳ないのですが多くのことは NDA で保護されていますですのでスイッチの秘密についてこの場で皆さんにお話しすることは残念ながらできません私からお話しできるのは皆さんがご存知のようにそのドックに接続できるとかまあコントローラーがこうー2つに分けて遊べるとかそういった皆さんがご存知のことばかりです どのプラットフォームでも NDA というのは存在すると思うんですがコンソールのプラットフォームでは特にその厳しい NDA があるのでえあると思ってくださいではその NDA に守られた情報を知るためにはどのようにすればよいのでしょうか NDA に保護された情報を知るためには任天堂と契約を行い認定デベロッパーとなる必要があります 認定デベロッパーとなるためにはまず NDP というサイトにアクセスを行って手続きを進めてくださいまず NDP にアクセスするとこういう画面が出てきます用意されている言語は英語と日本語のみなんですが少し見づらいと思うんですがこの右上に 日本語と英語の切り替えボタンがあるのでここで言語を選択してくださいこのレジスターボタンというところから登録を行う必要がありますトップページから入るとこのような画面になるので今度は右側のレジスターボタンを押してくださいその後は必要な情報を入力して登録を進めてくださいインディーデベロッパーの方もこちらから登録することができます 承認後、この NDP へ登録することで開発に必要な情報を知ることができますさらに、Nintendo Switch 向けに開発を行う場合は追加の申請が必要になりますまず NDP に登録した後こちらのメールアドレスに、えー、連絡してくださいそうすることで 任天堂スイッチ向けの開発を行うことができますすいませんこのスライドを後で公開するのでメモを忘れても大丈夫です NDP というサイトでは開発に必要な情報にアクセスできるほかにも例えば開発機を購入するとかいろいろなことができます他には認定デベロッパーは ニューティーの NintendoSwitch 向けの拡張機能を入手することができますまた NewT4NintendoSwitch 利用者に向けたフォーラムが開設されておりそちらから質問を行っていただくことが可能ですただしこのフォーラムも日本語と英語のみに対応していますここまでは NintendoSwitch、えー、の紹介と 公認デベロッパーとなる方法についてお話ししていましたがここからはユニティ4ニテンドースイッチについて、えー、お話ししたいと思います <laughs> 先ほどお話ししたとおり NDP に登録していただくと、えー、登録していただき任天堂公認デベロッパーとなることでユニティ4ニテンドースイッチをご利用いただけますでこのユニティ4ニテンドースイッチは無料でお使いいただけます また、u Unity プロライセンスも提供されています。すでにサブスクリプションを契約されている開発者の皆様は、もちろんそのサブスクリプションのライセンスをそのまま使っていただくことも可能です。ただ、1つ注意していただきたいのは、このプロライセンスは、Nintendo Switch 向けの開発のみに使うことができます。開発はもちろんですけどえっと Unity あすみません、えー、NintendoSwitch に向けたそのプロトタイピングとか、あとユニティを外部ツールとして、えー、用いるようなお使い方もできます。使えるユニティのバージョンというのは、一番新しい、えー、2019.2ですね、も含めた現在、ユニティでサポートされているすべてのバージョンです。えー2017 LTS 2018, LTS あ、uh, あ2019.2になりますね全ての Unity というのは特定のバージョンの Nintendo SDK のみに対応していますこれはどういうことかというと SDK がアップデートされた場合、えー、LTS バージョンも対応 SDK がアップデートされるということです グラフで表してみるとこのようになっています。今現在2019年の5月なので、届きませんけど、ちょうど真ん中あたりですね。2017LTS、えっと,2017と 2018LTS、あとは2019.2というバージョンがリリースされています。この3つが使うことができます。では、この3つのバージョンありますけど、どのバージョンを使うのが良いのでしょうか。 それを決めるためには、えー、皆さんのソフトの開発機関とあとユニティのサポート機関そして、えー、最新のユニティの機能をつか使いたいかどうかということについて考える必要がありますもし最新のユニティの機能例えば ECS とか HDRP とかを使いたい場合は TextreamVer.2019.2 <laughs>、えー、を 使ってもらう必要がありますもしそういう最新の機能が必要ない場合はリリースタイミングに応じて 2017LTS もしくは 2018LTS どちらかのバージョンを使うのが良いと思いますまた皆さんのソフトがいつマスターアップするのかということがとても重要になってきますもし他のプラットフォーム向けにリリースしているゲームを、えー、その例えば PC とかでリリースされているゲームをスイッチの方に ただしこの 2017LTS というのは、えー、2020年の3月にサポートが終了するということは、えー、注意する必要があります今から開発を始めてそうですね大体2019年内もしくは2020年の夏頃までにリリース予定の場合 2018LTS を使うのが良いいと思います2020年年末以降のリリースを予定している場合はテクストリンバージョンを使うことをお勧めしますマスターアップの時期だけで考えるのであればこのような感じになると思います2020年のスリークォーターまでだったら 2018LTS2020 年の年末以降であれば2019というのがおすすめのバージョンです 開発の途中でメジャーバージョンを変更することは大きなリスクが、えー、大きな問題点になる場合があります開発期間が多少、えー、伸びてしまうことも考慮して確実なバージョンを選ぶのが安全です、えー、とまたバグフィックスの頻度はです、ね、テックストリンバージョンが一番早いということもご注意ください さて、ではここから実際に u n i t y for n i n t e n d o s w i t c h を利用しての開発フローについて少しお話ししたいと思います。まず NDP に登録して u n i t y for n i n t e n d o s w i t c h を入手してあと開発機を交流する必要がありますね。そしたら準備は完了しています。その次には何が必要だと思いますか 先に皆さんにお話ししておくとそのスイッチだからといって特別な対応というのはそんなに多くありません移植に関してはすでにたくさんの情報がウェブとかで出ていますし、まあ、皆さんもすでにやったことがある、えー、経験があると思いますまた新規の開発というのに関しては特にスイッチだからといって注意しないといけないということはそんなに多くありませんですので、えー、この何が必要かというところに関しては 簡単に済ませてしまいたいと思います、まあ、まずもちろんプラットフォームの切り替えですこれ任天堂スイッチの拡張機能を入手するとこのようにスイッチが表示されるのでまずプラットフォームを切り替えてくださいでアセットの再変換とかアセットバンドルとかの 再変換再出力が必要な場合もありますけど一つ注意しないといけないことはネイティブプラグインを使っている場合は、えー、スイッチ向けのネイティブプラグインの入手というのが必要ですまたプラットフォーム依存の、えー、処理というのも変更する必要があるかもしれませんでここでの注意点として UnityAs とか UnityAnalytics サービスみたいな、えー、サービスには対応していないので無効にしていただく必要があるかもしれません Unity のハイレベルなプラットフォーム対応によりこれで多くのゲームが開発機上で動作するようになりますもしメモリが不足するなどでクラッシュしてしまうとかそういった場合はテクスチャをリサイズしてリサイズするなどの対応が必要になるかもしれませんあとよく見るケースではテキストの JSON データがすごいメモリを大量に消費してしまうのでそれが問題になるといったケースもよく見かけます 何度も言うようですがただゲーム機を開発機で動かすというだけであればほんの数週間あればたどり着けると思いますただ開発機で動くということがそのままマスターアップできるもしくはそのままリリースできるということではないことは皆さんもご存知だと思いますここからが一番大変なところだと思います移植の場合は オリジナルののプラッットフォームと任天堂ス,イッチのスペックに差があるかもしれません特に PC からの移植の場合フレームレートが大きく低下したりまたメモリが不足するというケースがあるかもしれません快適に遊べるためにそしてマスターアップを提出するためには大切な手順があることは皆さんご存知だと思います それが、えー、パフォーマンスオプティマイゼーションですが残念ながらここでも NDA の存在により NintendoSwitch のハードウェアスペック、えー、例えばコアがいくつあるとかメモリがどれぐらいだっていうことについてはお話しできませんなのでここからお話しする、えー、ことも一般的なパフォーマンス最適化のお話になります u n i t y を用いた、えー、開発では複数のプロファイリング手段というのが提供されています もし皆さんのソフトがエディター上で動くのであればまずユニティエディターの上でプロファイリングを行うのが良いかと思いますユニティエディター上でのプロファイリングはもちろん開発機の,そのスイッチの上で動かす結果とは全然全然別の結果になってしまうこともありますが何が何で重いのかといった大まかな原因を知るのに良いと思います他には 開発機と PC を接続してのプロファイリングですが実際にユニティ上でどの部分が重いのかということを知ることができます他にはスイッチに向けてプラットフォームのプロファイラーというのが用意されていますので CPU と GPU のプロファイラーが用意されていますこれを使うことでより詳細な情報を知ることができます これも一般的なプロファイリングの手段となりますがもし GPU ヘビーかどうか知りたい場合もしくは GPU ヘビーであるという時の場合レンダーバッファーの解像度を極端に小さくしてみてくださいこれによりパフォーマンスが改善されるのであれば GPU の処理負荷を減らすために例えばメッシュのリダクションとかテクスチャンをリサイズなんかが必要かもしれませんあとは一番重要なのはポストエフェクトの軽量化ですねこれを考慮してみてください 繰り返しになりますがスイッチならではの特別な、えー、パフォーマンス最適化の手段とかそういったものは、えー、あ,ありません 1, 点だけ1つだけ特殊な点としてそのドックに接続されている時ときと、えー、ドックから外して、TV えー、モバイルモードで動作しているときにモバイルモードのディスプレイというのはこのスイッチの遊んでいるこのディスプレイですねここの解像度は 720p です けど、ドックに接続してテレビに出力している場合は 1080p、多くの場合は 1080p になるので、そこで2種類のパフォーマンスの計測が必要だと思いますもしレンダーバッファーの解像度を下げてもパフォーマンスが変わらない場合、多くの場合はこれは CPU の問題であると思います CPU パフォーマンスの改善については簡単なその、簡単な、えす、ー。 一気に改善できる方法というのは少ないのですが、その一つの大きな処理を複数のフレームにこう細かく分けて連続で実行するとか、もしくはそのバックグラウンドスレッドで実行するとか、そういったことでパフォーマンスが改善すると思います。またこう 画面の外にあるオブジェクトたくさんのオブジェクトがレベルにあってその画面に映っているその外のオブジェクトがずっと動き続けているこれが大きな負荷になっているというケースもよく見かけますので注意してください YouTube, YouTube で過去の Unite で行われた実際にスイッチ向けの開発を行ったデベロッパーの,トー,クのトークセッションが公開されています 最適化についての話もありますし実際にそのスイッチ向けにどういった対応が必要だったかというのもここで話されてますのでぜひこちらも合わせてご覧いただければと思いますまたブログポストでもこれはカペッドデベロッパーが実際に行った最適化のお話についての記事が掲載されてますのでこちらもぜひ参考にしてみてください 以上が Unity for Nintendo Switch を使って Switch 向けに開発、主に移植を行う簡単なステップガイドとなります。Switch というのはとても開発がしやすい魅力的なプラットフォームだと思います。何度のも繰り返しになりますが、コンソールだからといって特別なことというのはそんなに多くありません。ハードウェアのスペックに合わせた適切なパフォーマンス調整というのが必要ですが、その調整テクニックというのも 何も特別なことっていうのはないです。皆さんの経験が、えー、そのまま使えるかと思います。ですね、任天堂 switch の特徴的な点として、ドックに本体を挿す、えー、一番向こうの挿して、えー、映像を tv に出力でして遊べる。tv モードと、えー、ドックから外してモバイルみたいにして遊ぶこととえっ、ー、と。さらにテーブルに置いて遊べる。そのテーブルモードという。 このの種類の遊び方が提供されていま,すまた本体の付属のこのコントローラーも、えー、2つ1組でこうドックして1つのコントローラーとして遊ぶこともできますしもしくはドックアウトしてそれぞれを独立したコントローラーとして遊ぶこともできます。 他のプラットフォームと比べて、また他のコンソールプラットフォームと比べて、ですね、いくつかの点で特別な処理が必要になるかもしれません。まず一番最初はドックアンドック状態のサポートです。スイッチの本体に、先ほどお話しした通り、スイッチの本体に付属しているこのディスプレイ、このディスプレイは解像度が 1280×720 です。 それに対してドック状態でテレビに接続しているときは 1920×1080 で出力されると思いますまたこのモバイルモードで遊んでいるときはその電源がつながってないので本体の内蔵バッテリーで動作しますバッテリーをすぐに使い切ってしまわないように TV モードとモバイルモードで動作を変更したいと考えられるかもしれません 例えばモバイルモードでは解像度を下げたりポストエフェクトを減らしてもうバッテリーを長持ちするようにしたいということですねさらに入力状態も変わります t v モードをこうドックされている状態ですねで遊べるのはコントローラーだけですけどこのモバイルモードではコントローラーの他にもタッチ入力を使うことができます この TV モードとか、えー、モバイルモードの変更というのはイベントで通知されますのでスクリプト上でその変更に応じてその処理を切り替えることができますまたそのコントローラーも特徴的ですね本体付属のこの JOYCON というコントローラーはです、ね、いろいろな持ち方ができます本体にこう付属して モバイルモードで遊ぶこともできますし本体から取り外してアタッチメントで1つのコントローラーとして遊ぶこともできますまたそれぞれのコントローラーを別々に取り扱うこともできますまたそれぞれをこう他のプレイヤーに分けておすそ分けモードという状態で遊ぶこともできますねこのコントローラーの割り当てとかスタイルとかはスイッチのシステムメニューからプレイヤーが切り替えることができますこのアプリケーションは今 現在、そのコントローラーがどの状態なのか、ボタンがいくつあるのか、どの向きなのかというのを知ることが、えー、とても重要です。一番気をつけないといけないことは、ジョイコンの向きによってボタンの位置が変わるということです。この例えば、縦方向のとき、この縦方向のときですね、A ボタンというのは右側にあります。けど 横向きになると A ボタンというのはここの下向きに来ます他にはこのジョイスティックの XY の軸が向きが変わってしまうということにも注意が必要ですこのコントローラーの状態ボタンというのは Unity 標準のインプットマネージャーでは対応していません本体にジョイコンをアタッチしたこのモバイル状態の携帯モードモバイルモード もしくは、ジョイコンを一つのアタッチメントに操作した一つのコントローラーで遊ぶモードですね。このフルキーモードというのには対応しています。ですが、このジョイコンを別々のプレイヤーが使うような状態、おすそ分けモードというのは対応していません。それらのモードは、Unity2019.1 から対応している、失礼、インプットシステムというシステムではサポートされていますま。 2018LTS を利用する場合はコントローラーの API を扱うためのネイティブプラグインが任天堂から提供されていますそのネイティブプラグインを使うことでそのコントローラーの状態に応じたボタン入力というものが取得することができます次はマルチプレイヤーのサポートですスイッチだけではありませんがコンソールにはそれぞれのプラットフォーム 固有のオンラインサービスというのがありますブラブラプラスとかブラブラブラ,ブラ,ライブとかそういったサービスですねスイッチにも同じサービスがありますスイッチでは任天堂、えー、スイッチオンラインというサービスがあります任天堂スイッチオンラインのマッチング機能などこれらのサービスは Unity から直接使うことはできません ですが、この機能に関しても任天堂からネイティブプラグインが提供されていますまたもしこのプラットフォームの任天堂スイッチオンラインを使わない場合プラットフォームのマッチングサービスを利用しない場合はドットネットの標準ソケットが使うことができますただしその任天堂スイッチオンラインを使わない独自のマッチングサービスを利用する場合は任天堂へ問い合わせ問い合わせる必要があります スイッチ向けに行わないといけない最後の項目というのはガイドライン対応というものになりますガイドラインというのは任天堂スイッチ向けにゲームをするときに守らなければならないこともしくはやってはいけないことというのが記載されています何をやらなければいけないかもしくは何をやってはいけないかというのはここでも NDA があるので そのどういう項目があるかというのを詳しくお話しすることはできませんガイドライン項目のいくつかはユ i ティを利用していればあんまり気にする必要がないですですが多くの項目はアプリケーションを実装するそれぞれの開発者が対応する必要がありますスイッチ向けにタイトルをリリースすることを決め NDP に登録が完了したらまずガイドラインというものをチェックしてみてください 特にいくつかの項目を守る上で、そのアセットデータをどのように読み込むかというのが非常に重要になってきます開発の終盤でそのデータの読み込み方を変えるというのは非常に難しいことなのでまず最初にそのガイドラインをまず最初に確認してくださいさてアセットデータの管理 持ち方に関連して過去に多くの Unity で問題になってしまった、えー、パッチのデータのサイズについてお話ししたいと思いますゲームがコンテンツの追加やバグフィックスで、えー、パッチをリリースすることは珍しくありませんこれは他のプラットフォームでも同じだと思いますが Unity のデータ構造というものを正しく理解していないとこのパッチサイズが大きくなってしまう可能性があります 通常、パッチデータというのはファイル内部の変更されたデータブロックのみを含まれています。もしテクスチャーを1枚書き換えたい場合、そのテクスチャー1枚分のパッチデータサイズが配信されることを皆さん期待すると思います。ですが、Unity を利用していると、このデータ更新部分というのが正常に検出されない場合があります。 これはなぜかというとニュ i ティが一貫性のないバイナリーを生成してしまったりもしくはデータのアライメントがそのパッチを作成するシステムの想定した値になってないといったことが原因ですそれによりこのデータ構成されたデータ部分ではなくそのデータを含むこのファイル全体がパッチサイズに含まれてしまう場合がありますつまり大事なことは つえー、常にパッチは変更したファイル単位で、えー、適用されるという可能性を考慮する必要がありますアセットデータを分割してそのデータの修正が及ぼす影響範囲というのを最小限にとどめることが大切です皆さん自分のゲームは、まあ、コンテンツの更新をする予定がないので大丈夫、えー、アップデートしないので大丈夫と、えー、思うこともあるかもしれませんですがその クリティカルなバグを修正するときにパッチを配信するという可能性がありますのでえ皆さん、このことをよく覚えておいてくださいそのときのパッチサイズが大きくならないようにあらかじめデータを適切に分けておくというのがとても重要なことになりますさて、Unity ではアセットデータはコンポーネントとしてシーンに配置されています 1一つのアセットデータ、例えばでモデルとかテクスチャーなど、ですねこれは大きく分けると、この3つのいずれかでシーンに含まれていると思います。1つはシーンに配置されている、そのコンポーネントから、オブジェクトから直接参照されているケースですね。もう1つはアセットバンドルとして読み込まれるケース、最後にリソーシーズとして読み込まれる、リソーシーズフォルダに含まれているケースです。 最初はまずこのシーンに配置されているケースです,ですね。ヒエラルティに直接ゲームオブジェクトが配置されていて、そのオブジェクトが持つコンポーネントから、えー、データが参照されている場合です。このとき、オブジェクトのデータはシーン全体を一つをまとめたレベルというデータに、えー、含まれています。またそのオブジェクトが例えばプリファブス化されているときはシェアドアセットとして、えー シェアダセットとしてて保存されている場合もありますこの時にモデルデータ1つを修正するためにそのシーンのファイル全体をパッチとして配信する必要があると考えてくださいもしレベル全体を修正するような修正であれば問題ありませんがテクスチャーやモデルデータの1つだけを修正するためにそのシーンの全体このレベルのデータ1つが全部が配信されてしまうというのは少しリスクが高いと思います 次にリソーシーズとして、えー、リソーシーズフォルダに置いた場合ですがこれはどのシーンからどのレベルから読み込まれるデータにあっても1つのこの1つのリソーシーズという、えー、データにまとめられてしまいます使ってないもし使ってないデータであってもこのリソーシーズに含まれてしまいますねこれは非常に大きなデータになってしまうことが皆さん想像できるかと思います 他にもリソーシーズを利用した際の問題は、えー、たくさんあります。これはリソーシーズがだいぶ古くからあるシステムでこれを使用することはスイッチのみならず他のプラットフォームでもパフォーマンスの面でもさまざまな面倒を起こす可能性があります。これはユニティのドキュメントにも、えー、ちゃんと明記されていますね。ベストプラクティスフォーズリソーシズシステムというドキュメントが、えー、ありますけど。これは Don't it use と書かれていますこれはあの、冗談ではなく本当に書かれています。これですね、ベストプラクティスフォーザリソーシズシステムは、o n t use it とあります。これは使わないことをお勧めします。そして最後にアセットバンドルですね。えー、アセットバンドルをストリーミングアセットフォルダに配置して読み込むという方法ですが、これが、えー、我々の一番推奨する方法です。 ただアセットバンドルを使っておけばどんな場合でも OK という話ではありません例えばシーンをそのアセットバンドルに入れて配信するといったこともできるんですがこれではそんなに意味がないですねこの、えー、アセットバンドルを適切なサイズでこう分けておくということがとても重要です何がその適切かというのはそのアプリケーションによると思います例えばキャラクター一体単位オブジェクト一つ単位 とといいいった単位では、えーまあ、ちょうど良いかなと思いますしかしそのアセットバンドルの管理というのは慣れる前にとても大変ですし、まあ、そのエディター上でデータを変更してそれをいちいちアセットバンドルをビルドしてからその開発機に転送するアセットバンドルをビルドするというのが非常に面倒だというそのデベロッパーの都合もよく分かります。 その皆さんさにとても良い情報がありますこのアセットバンドルをどのように利用、どのように管理するかという点で、ユニティの新しいアセ,ットシステムアセットバンドル管理システムというのが追加されました。それが2018.2で追加されたアドレッサブルアセットシステムです。 アドレスサブアセットシステムは現在まだプレビュー版として公開されていますアセットバンドルの自由度,自由度はそのままそのリソーシーズのようにシンプルで使いやすくすることを目標としたアセット管理のシステムですここで間違えないでいただきたいのはこれはアセットバンドル自体が大きく変化したという話ではありませんエディターとランタイムにアセットバンドルをより使いやすくより扱いやすくするためのシステムが 追加されたということです現在はまだプレビュー版ですのでまだ一見すると非常に難しいシステムに感じるかもしれません非常にたくさんの設定する項目がありますし混乱してしまうかもしれませんこれは今後どんどん良くなっていくと思います またここでアドレッサブルアセットシステムの使い方というのを説明するともう1時間以上はかかってしまうので今回はアドレッサブルを使うことでパッチサイズをどのように小さく留めることができるのかどのように働くのかということだけを説明したいと思いますアドレッサブルの詳細な解説というのはこの YouTube 動画にも公開されてますので後ほどぜひこちらもご覧いただければと思います さて昔々アセットバンドルしかなかった時代の話ですアセットバンドルには複数のアセットを含めることができますがこれは開発者がどのアセットがどのアセットバンドルに含まれているかというのを知っている必要がありましたまたアセットバンドルに含まれているアセットが他のアセットを参照していた場合そのアセットを含んでいる別のアセットバンドルを読み込む必要がありましたこちらが例になりますこのアセットバンドル A に含まれているデータが アセットバンドル B に含まれているテクスチャーを参照している場合このアセットバンドルというこの2つのアセットバンドルというのは同時に読み込まれている必要がありましたまたもしアセットバンドルに含まれているデータが更新された場合この新しいアセットバンドルこの新しいアセットバンドルというのを生成する必要がありましたもし一部のデータの変更だけでも例えばこの例で言えばプレファブ B のデータだけを更新した場合でもこの新しいアセットバンドルを生成する必要がありましたこれがパッチの、えー、パッチサイズの増加につながってしまう問題ですこれらに対して新しいアドレッサブルシステムではコンテントカタログというインデックスのデータが一緒に生成されますこのインデックスがあることで そのアセットバンドルの管理というものは非常に簡単になります。コンテントカタログというデータはこのアセットバンドルがビルドされたデータタイミングでそのどのアセットがどのアセットバンドルに含まれているのかといった情報が記録されたものです。アセットバンドルがビルドされるたびにこのコンテントカタログのインデックスというデータは更新されます。ここのどこにという どこにどのアセットがというのが非常に大事です例えばいくつかのプレファブをデータを含んだアセットバンドル A がありますこのうち一つのプレファブデータだけを更新したい場合以前であればプレファブデータ全体を含むアセットバンドル A を全て作り直してましたしかしアドレッサブルではコンテントカタログがあるので この更新されたプレハブデータのみを含んだ新し,新しいアセットバンドル B というものを生成,する生成します。そして、インデックスをアセットデータ B に更新したコンテンツカタログというこの2つのアセットバンドル B とコンテンツカタログというものを一緒に配信することで読み込まれるアセットというのを更新することができます。 つまりアセットバンドルをどのように分けるのかということではなく、えー、アセットバンドルさえ使っていれば問題ないということになります重ねて言いますがアセットバンドルを利用していればの話ですこれはアドレッサブルが使えるのはアセットバンドルだけなのでそのリソーシーズを使ったままでは意味がありませんまとめるとパッチサイズを小さくため 保つためにアセットバンドルをぜひ使ってくださいもし 2018LTS を使うことができるのであればアドレッサブルアセットシステムがアセットバンドルの管理に大いに役立つと思いますもしそれ以上のバージョンを使う場合でもアセットバンドルだけは使ってくださいリソーシーズを使っている場合は今すぐアセットバンドルへの移行を検討してみてくださいそして、えー 本日の全体のまとめですまず NDPA 登録を検討してみてください今お話ししたことより非常に多くの大切な情報を知ることができますスイッチへの移植やスイッチでの開発自体というのは、えー、特別なことというのはそんなに多くありませんしかしこれもスイッチに限った話ではないですが、まあ、早いうちから頻繁に開発機の上でパフォーマンスを計測するということはとても重要ですそしてアセットバンドルをぜひ使ってください 同時にアドレッサブルを使うことで、よりアセットバンドルが使いやすくなると思います。えー、以上で本日の講演を終了させていただきたいと思います。 的なスイッチではビルドテストをすることはできないでしょうかありました。はい。n d p に登録してから先ほど教えてくださったメールで連絡さえすればスイッチ開発は可能なんでしょうか。または何かの条件や手続きがさらにあるんでしょうか。はい、ああけどどうしよう。<S <S ね、今後から Q&A セッション進行할거고요。 어플리케이션 통해서 질문 주셨던 분두 분이 계셔서 질문을 먼저 전달해 드리고 그 질문에 대한 답변을 해드린 후에 시간이 여유가 있으시면 청중 분들께 질문 직접 받는 걸로 진행하도록 하겠습니다. 또いくつかいただいた質問についてお答えしたいと思います。えっと、スイッチでえっとビルドテストというものはでき。 そのエディター上で行うことはできます他のエディターと同じように使えます次は NDP に登録してから先ほど教えてくださったメールでご連絡すればスイッチ開発は可能なんでしょうかそれとも何かの条件や手続きがさらに必要なんでしょうか NDP で登録されあで登録したとそのスイッチ開発申請がその受理されるか任天堂が OK するかどうかというのは任天堂次第です 基本的に大丈夫だと聞いていますがまず任天堂にメールでお問い合わせください。 네, 우선 질문 두 개는 드렸고요. 혹시 청중 분들 중에서 질문 있으신 분 계시면 손 들어주시면 바로 도와드리겠습니다. 네. 아, 하이. 네. 아, 아, NDP의 등록 신시 기준은 기부 신화 보입니까? 기 신화 보입니까? NDP に登録するだけであればどのようなデベロッパーでもできると任天堂からは聞いていますただしそれを OK するかどうかは任天堂次第なのでえ私の方で詳しくは分かりませんまず一番最初に聞いてみることが大事だと思いますありがとうございます 技術のサポートなどはあるんでしょうか。えっと NDP での登録した後の技術のサポートというのは<ー>フォーラムで、えー、技術のサポートを提供しています。もしとえ。 あの任天堂のラブなんですけどもラブの方のあのも NDA が別に必要ないんでしょうかそれともあのただのまあスイッチの NDA であのできるっていうことでしょうかあすいません今日本語でしたねすいません<あ>全然聞いてなかったす,ああすいません <laughs> ごめんなさいえー、任天堂のあのスイッチの NDA を締結すればあのラブの開発もできるかっていうでラボ 任天堂ラブですね。えっとそれについて今この場でお話しすることは申し訳ないできないです。でですごめんなさい。あ、<noise> 혹시発表資料をあっか配布を해だ신다고했는데、それを어떻게받을수있는지。 あとそれは Unity k o r のスタッフに私はえっと資料を渡して公開してもらうようにお願いするんですが、それがどのように公開されるのかっていうのはちょっとすいませんまだ確認してないのでえっと UTK のスタッフに確認してぜひ確認してみてください。それ発表資料はユナイテッド행사が終わる後で動画と映像を公開して、またページを通じて公開していただくので、ご安心くだ 네, 마지막으로 시간이 한분 정도 질문이 더 가능하실 것 같은데 있으시면 손 들어주시면 바로 도와드리겠습니다. 네, 니다